それの周知していただきたいが、経験を浅く、技術もプロ意識に。そのその周知を話す、ヒーラー議員の周知の中に言われる、鶴見委員長の命令だと思います。会社たちが、元総合病院を辞めたのは、ヒーラー議員の周知を命令した鶴見委員長を反発からだったというのが、病院内にいた理由としてあるんです。どうして鶴見委員長その命令を？命の重さを比べたときに、いつもならず、一人の証言とヒーラー議員の命の重さが測られた。そして、ヒーラー議員の命が重